始まりました。ゆるっとめじろチャンネルです。今回も私たちでお送りいたします。私はめじりえんぬですわ。私はめじえっとですわ。よくある問題ですね。なら大丈夫ね。お姉さまこの表情でその判断ですか。よく見ると言っただけです。あらあら、これは旅人さんね。名前だけおセンチなのに。同じ道を進む二人の間の時間や道のりの関係を求めるわ。公式あるのよ。そうなんですか。今回の問題のように離れた場所から向かい合って進むとき、出会うまでの時間は二人の距離割る速さのわよ。同じ場所から反対に進むときや速さの差があって一人がもう一人に追いつくものもあるわね。あとは速さの差があって距離が離れていくのでその差を求めたり。本当にもう、待ちもしないんだから、問題の方々は。ともかく今回は、二人の間の距離割る速さのはイコールで会うまでの時間を使うわね。とりあえず 7km を7000にして、分速 60m と 80m だから、7000÷60 足す80で、50、会うのは50分後ですね。そうそう、できるじゃない。ちゃんと長さの単位をメートルに合わせてるし。7÷140 で答えが 0.05 だったので。あ、まあ、気づけたのだからよかったわ。それでは皆様、ごきげんよう、チャンネル登録よろしくお願いしますわ。ごきげんよう皆様。